知ってる人はいないかしら。誰も信じてくれないけど、俺は見たんだ。変な光が湖の上空を飛んでるのを。きっと今夜も現れるかも。
らっしゃい。いい商品揃えてるよ。これ欲しかったんです。またのお越しを。いらっしゃい。光だったわ。すごい力を感じた。危険な気もするけど、光の正体を確かめたいわ。私はローラントのアマゾネス、リースです。アストリアの宿で光が見えたから。そう、この際しょうがないわね。よし、あなたに決めた。何？ううん、こっちの話。ねえ、お願い、私をウェンデルの光の司祭様のところに連れて行って。私には
これ以上飛ぶ力が残っていないの。私も行くところだから構わないけど、途中の滝の洞窟に結界があって通れないんです。それは私がいれば多分大丈夫。さあ急いで、マナの聖域に異変が起こっているの。マナの聖域？それは…アストリアの村の方、何が起こったの？急いで戻ってみましょう。私はあなたの中に入り込んで休ませてもらうね。しばらく姿が見えなくなるけど心配しないで。え？ちょっと待って。ほら、早くアストリアに行ってみましょう。光の司祭様にお目にかかって、私を導いていただきたいのです。そう、いろいろと事情があるのね。知らせしなければ。エンデルが危ない。
あんたも聖都ウェンデルに行くのかい？残念だったな。滝の洞窟には入れないよ。あ、それでしたら。何？フェアリーが入れるようにしてくれるってか？うひょー、そいつはすげえや。あんた一体。そうか、そんなことがあったのか。俺はホークアイ、ちょいと分けありでウェンデルに向かっているんだけどさ。あまり大きな声では言えないが、俺実はナバール盗賊団のシーフだったんだ。おっと、とりあえず最後まで話を聞いてくれ。俺たちナバール盗賊団は決して貧しい者たちからは盗みはしない。悪毒金儲けしてる奴だけ狙う。それが俺たちの誇りでもあったんだが、ところがあの女イザベラが俺たちの首領フレイムカーン様を操り、盗賊団を乗っ取ったんだ。しかも親友のイーグルまで。それだけじゃない。イザベラはイーグルの妹のジェシカに死の首輪をつけ、俺がイザベラに手出しも秘密をばらすこともできないようにした。ナバールを脱走した俺はジェシカの呪いを解く方法を聞きにウェンデルの光の司祭に会いに行くところってわけさ。噂ではナバールはその後ローラント王国に攻め入ったらしい。一刻も早くイザベラを止め、ジェシカや他のみんなを助けないと。その話は本当なの？もちろん。嘘つきは泥棒の始まりっていうが、すでに泥棒の場合は嘘つかないんだ。わかりました。あなたを信用しましょう。私はそのナバールに滅ぼされたローラント王国の王女、さらわれた弟のエリオットを探して旅をしています。あ、そうだったのか。すまん。あなたの話で悪いのはそのイザベラって人だということがよく分かったわ。ここで会ったのも女神さんのお導きってやつかもな。俺もウェンデルに行くところだから一緒に行こう。来られるなんて、あなたはお強いのですね。盗賊団は常に危険と隣り合わせだ。戦いには慣れている。心強いですね。ウェンデルまでよろしくお願いします。結構よっ当たって、そこ相手が悪かったね。結構そこ結構そこ、ただ私たち強く振りましたね。当然の
の勝利だな。喜ぶほどのことではない。戦闘開始だ。協力して倒すぞ。勝利だな。喜ぶほどのことではない。敵です。注意してください。相手が悪かった。いい調子。どうだ。なんだ、もう終わりか。気が星抜けだな。おじいちゃんに頼まれてアストリアの方に調査に行くと聞いて、シャルロットはなぜか嫌な予感がしたのでございまち。大好きなヒースにもしものことがあっては大変と、ヒースの後を追いかけ、おじいちゃんに内緒で一人神殿を抜け出すシャルロット。しかし運命のいたずらか、やっとヒースに出会えたのに、突如現れたへんてこな親父がヒースをさらっていってしまったのでありました。フェンデルに帰りたくても洞窟に入れなくて困っていたんですが、アンタさんが結界を解いてくれたおかげでようやく。ところが道を間違えて落っこちてしまいましたとさ。そこへ偶然アンタさんが、もう少し遅かったら今頃、なんてかわいそうなシャルロット。困ったわね。おいでお嬢ちゃん、私も光の司祭様に会いにウェンデルへ行くところだから、送っていってあげるよ。なんだ、あんたさんうちのおじいちゃんに御用だったんですか。じゃあシャルロットを助けてもバチは当たらんでちよ。こう見えてもシャルロットは光の司祭のお孫ちゃんでちから。さ、ちみちみぼさーっとしてないで、お孫ちゃんを丁重にウェンデルまでお連れするでっち。うん、この子。さあ、ウェンデルはすぐそこでちよ。しもべたち、シャルロットについてくるのでち。道案内してくれるのは嬉しいわ。ありがとう。
しろ。敵襲だ。来ました。いよいよ光の司祭様にお目にかかれるんですね。緊張します。ここまで連れてきてくれてありがとう。さあ早く光の司祭様に会いに行きましょう。いい商品揃えてるよ。目利きには自信あるんだ。お目が高い。使わせてもらいます。またのお越しを。いい商品揃えてるよ。お目が高い。いい仕事してるでっち。お目が高い。使わせてもらう。またのお越しを。いらっしゃい。